神くん最後フレームアウトした岸くん抱き寄せてる。して近づいた岸くんの胸に将軍んを寄せてく。密着ナンバーアンダーライン愛最高。アイドルグループナンバーアンダーライン愛の公式インスタグラムに投稿された。一つの動画がファンの心を温かく包み込んでいる。平野翔、神宮寺優太、岸優太の三人が。 まるで子供のようにはしゃぎながらカメラに向かって微笑む姿は画面越しでも眩しいほどの輝きを放ち SNS 上に幸せな気持ちを溢れさせているコメント欄には3人が可愛すぎる幸せすぎる毎日ありがとうファンからの温かいメッセージが殺到しているその熱量からは ナンバーアンダーライン愛がファンにとってどれほど大切な存在であるかが伝わってくる。彼らの笑顔の魅力はその純粋さと無邪気さにあるのではないだろうか。芸能界というこうびやかな世界に身を置きながらも飾らない素顔を惜しげもなく見せてくれる三人。その姿はまるで昔からの友達のような親近感を感じさせる。時にはおどけてみたり、 時には照れくさそうに笑ってみたり、彼らの表情はくるくると変わり、見ているだけで自然と笑顔になってしまう。それは彼らが心から楽しんでいる証拠であり、その素直さがファンの心を引きつけるのだろう。また、常に互いを思いやる彼らの絆の強さもファンを魅了する理由の一つだ。動画の中で騎士さんがフレームアウトしそうになると、 すかさず神宮寺さんが彼を引き寄せるシーンがあった。そんな何気ないやりとりからも、三人の深い信頼関係が垣間見える。彼らは、単なる仕事仲間ではなく、お互いを支え合う家族のような存在なのだ。その絆の強さは、彼らのパフォーマンスにも現れており、息の合ったダンスやハーモニーは見るものを圧倒する。ナンバーアンダーライン愛の笑顔は、 単にファンを喜ばせるだけではない。疲れた心を癒し、明日への活力へと変換してくれる。まさに幸せのエネルギーなのだ。コメント欄には、嫌なことをすべて忘れてしまいます。人生が毎日笑顔と彩りにあふれています。といった声も。ナンバーアンダーライン愛の笑顔は、ファンの心に希望の光を灯している。日々の生活の中で、 ストレスや不安を抱えている人は多い。そんな時、彼らの笑顔を見ることで、心が軽くなり、前向きな気持ちになれるのだ。さらに、ナンバーアンダーライン愛の投稿は、ファン同士の交流の場にもなっている。コメント欄には、感想を共有したり、互いに励まし合ったりする姿が見られる。彼らは、単にアイドルとして崇拝されるだけでなく、 ファン同士をつなぐ架け橋のような役割も果たしているのだ。ナンバーアンダーライン愛をきっかけに新たな友情が芽生えることもあるかもしれない。彼らの笑顔はファン同士の絆を深めるきっかけとなっている。ナンバーアンダーライン愛の笑顔が SNS を通じて多くの人々に幸せを届けていることは間違いない。そしてその笑顔を受け取ったファンは きっとまた周りの人々へ笑顔をつなげていくことだろう。そうして、笑顔の連鎖は無限に広がっていく。それはまるで、小さな石を投げ入れた水面に広がる波紋のように、穏やかでありながらも力強いものだ。笑顔は、伝染する。そして、その連鎖は世界を少しずつ、でも確実に変えていく力を持っている。ナンバーアンダーライン愛の笑顔は、 私たちに大切なことを教えてくれる。それは、どんな時でも笑顔を忘れず、周りの人々を思いやることの大切さだ。彼らの笑顔は、私たちに幸せのエネルギーを与え、明日への希望を灯してくれる。これからも、彼らの笑顔がたくさんの人々に届き、笑顔の連鎖が世界中に広がっていくことを願ってやまない。そして、私たちもまた、 彼らの笑顔に負けないくらいの素敵な笑顔を周りの人々に届けていきたいと思う。ナンバーアンダーライン愛というグループ名は数字を意味するナンバーとアイデンティティを意味する愛を組み合わせた造語だと言われている。これはメンバー一人一人が独自の個性を持ちながらもグループとして一つのアイデンティティを築き上げるという彼らの強い意志が込められている。 彼らの個性が最も発揮されるのが、やはりパフォーマンスだろう。平野さんのダイナミックなダンス、神宮寺さんの伸びやかな歌声、岸さんのコミカルなキャラクター、3人の個性が絶妙に融合することで、ナンバーアンダーライン愛ならではの魅力が生まれる。彼らのステージは、常に進化し続けており、見るものを飽きさせない。そして、彼らのパフォーマンスを支えているのが、 たゆまぬ努力だ。彼らは常に高みを目指し練習を重ねている。そのストイックな姿勢はまさにプロフェッショナルと言えるだろう。しかし彼らは決して努力をひけらかすことはない。むしろ謙虚な姿勢を崩さず常にファンへの感謝を忘れない。そんな彼らの真摯な姿にファンは心を打たれるのだ。 ナンバー・アンダーライン・アイはアイドルとしてだけでなく人間としても魅力的な三人だ。彼らは常にファンを大切にし感謝の気持ちを忘れない。そしてどんな時も前向きな姿勢を崩さない。彼らの存在は多くの人々に勇気と希望を与えている。ナンバー・アンダーライン・アイの活動は日本国内にとどまらない。彼らは 海外にも多くのファンを抱えており、グローバルな活躍を見せている。彼らの音楽は、言語や文化の壁を越えて、世界中の人々に感動を与えている。ナンバーアンダーライン愛の未来は、明るい。彼らは、まだまだ成長し続ける可能性を秘めている。そして、彼らの笑顔は、これからも多くの人々に幸せを届けていくことだろう。 彼らの活躍から目が離せない。しかし、ナンバーアンダーライン愛が歩んできた道は、決して平坦なものではなかった。彼らは、様々な困難や挫折を経験してきた。それでも、彼らは決して諦めずに、前を向いて進み続けてきた。その強い意志と絆こそが、彼らの最大の魅力と言えるだろう。2023年11月、 彼らは新たな道を歩み始めた。それは大きな挑戦であり、同時に大きなチャンスでもある。彼らの決断を尊重し、応援するファンは多い。彼らの未来はきっと輝かしいものになるだろう。ナンバーアンダーライン愛の存在は私たちに多くのことを教えてくれる。それは夢を追いかけることの大切さ。 仲間との絆の大切さ、そして笑顔でいることの大切さだ。彼らのメッセージは私たちの心に深く刻まれている。彼らの歌には彼らの思いが込められている。それは夢を追いかけることの素晴らしさ、仲間との絆の大切さ、そしてファンへの感謝の気持ちだ。彼らの歌は私たちの背中を押してくれる。彼らのダンスは 彼らの情熱を表現している。それは、ステージに立つ喜び、パフォーマンスを磨く努力、そして、ファンを魅了したいという強い思いだ。彼らのダンスは、私たちの心を揺さぶる。彼らの笑顔は、彼らの優しさを表している。それは、ファンを大切にする気持ち、仲間を思いやる気持ち、そして、世界中の人々を幸せにしたいという思いだ。 彼らの笑顔は私たちの心を温かくしてくれる。ナンバーアンダーライン愛は私たちにとって特別な存在だ。彼らは私たちのアイドルであり、私たちのヒーローであり、私たちの友達だ。私たちは彼らのことをずっと応援していきたい。そして彼らから受け取った幸せのエネルギーを周りの人々にも伝えていきたい。 笑顔の連鎖は無限に広がっていく。それはナンバーアンダーライン愛が私たちに教えてくれた大切なことだ。ナンバーアンダーライン愛の未来は明るい。彼らの笑顔が世界中に広がっていくことを願っている。